お待たせいたしました。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ久保坂29対28、赤栗原。ジャッジトンタケ29対28、青平。ジャッジ千葉29対29、ドロー。よって1人の選手に2票以上入らなかったため、規定によりこの試合ドロー、引き分けとなります。